本陣である聖雄に誘い込み、さらには幻惑の結界にまで捉えておきながら、結局小不感どもを取り逃がしたと。妙な邪魔が入ったもので、とはいえ何の成果もなかったかといえば、まあその、ここは世辞でも頼もしき味方を得たと言ってほしいところですぞ、イヒョウビョウ殿。なぜその男がここにいる？機長殿は我らの大義に共感し、小不感と袂を分かつ決断をしてくださった。今や心強い同胞だ。バカな、そやつの言葉を真に受けたのか、あの両風雪人のザレ言を。ケイガイ殿と何か遺恨が？むしろどういう経緯で信仰名の皆様が魔族などの手を借りているのやら。まあこの無改革なる領域を利用できるとなれば、背に腹は変えられないのかもしれませんが。一体どんな還元でたぶらかされたのかは知らぬが、これだけははっきりと言える。その男は他人の計り事を邪魔して越見いることしか考えていない。君が邪魔されたというのは、美女婦の死体を縫い合わせて生き人形をこしらえようとした件かね。我ら人間の尺度に照らせば、むしろそれは正しき行いのように聞こえるが。こいつは正義で動いているのではない。ただ悪党が悔しがる顔を見たいというだけの過激趣味だ。貴様は新たな獲物に選ばれただけだ、バン・グーハ。仮に、もし仮にの話です。邪智暴虐の塔を陥れ、恥ずかしめることにのみ執着するような火の触れた輩がいたとしましょう。万将軍、あなたはご自身がそのような変質者の標的になりうると思われますか？いや。その通り、万将軍の掲げる大義は邪悪とはほど遠い。魔族の女よ、君の過去の経験を引き合いに出して語るのは筋違いというものだぞ。こんな茶番に付き合っていられるか。どうやらお仲間の不況を買ってしまったようですな。